どうも、タイチです。プチ相談っていうね、ほどじゃないんですけど、ちょっとね、聞いてもらっていいですか？可愛いっていうか、なんか微笑ましい、メールが来まして、まあね、サムネイルにもあると思うんですけど、チャンネル登録を解除しても大丈夫ですか？っていうのをね、言われたんですよ。で、これどういうことかっていうと、その子は高校3年生の女の子だったんですけど、自分の動画って一応、まあ、高校の数学まではあるから、まあ、使う子はね、高3まで使ってもらえる内容にはなってると思うんですけど、まあ、その子は使ってくれてて、大学受験も終わって志望校にも受かりました。で、その報告だったのね、一緒にね、受かりました。ありがとうございましたっていう。で、まあ、大学生になったら、まあ、ダラダラジオをね、聞いてくれる方はいらっしゃるんですけど、まあ、その子は一応、終わってしまうんでって。で、チャンネル登録を解除。ね、一応使わなくなるよ。対象じゃなくなるからね。ただ、登録を解除してもいいですか？でも、しちゃうと、ハイチさん、数字下がるから困っちゃいますか？みたいなのをすごい書いてくれてて、なんかそのね、大丈夫、ごめんなさい、ごめんなさい、みたいなのがすごいね、伝わってきて、あ、可愛いなって思いながらメールを読んでたんですよ。で、実はこの感じの内容のメールって今まで何回かもらったことがあったの、今までね。その時は別に動画撮ろうなんて思わなかったんだけど、まぁ、今回、まぁ、そういうのもあったし、まぁ、もしかしたら同じように思ってる方がいるかもしんないっていう思いもあってね、まぁ、喋ってるんですけど。で、まぁ、チャンネル登録してもいいですかっていう質問に対して、まぁ、YouTuber として答えるんだったら、いや、そうしたら勘弁してください、みたいな。ねぇ、って言いたくなるんですよ。ね、チャンネル登録は外さないでもらえるとありがたいです、みたいな。思うんですけど、実はね、まぁ、でも、いいよって、思ってるとこがあって、例えば、まあ、人のタイプによるよ。タイプによるけどさ、こう、受験勉強とか頑張ってきた時に、まあ、終わりましたと。で、参考書とかノートとかいらなくなるじゃないですか。まあ、取っておきたい人もいると思うけど、捨てる人もいると思うのね。学校の教科書とかも同じで。で、その時に、こう、頑張ってきたやつね、参考書とか見てさ、ああ、頑張ってきたなって、それを捨てることで、一個の区切りをつけるというか、よしって。だからそれを、その儀式というか、それをやることで次のステージにこう気持ちよくいけるっていう人もいると思うの。俺結構そのタイプなんですけど。で、自分のチャンネル、まあね、動画で勉強してくれてて、で、その終わって、で、自分のチャンネル登録を解除するっていうその一個の儀式というか、その作業が、その参考書を捨てるっていう作業と多分その子にとっては似てるんだと思うの。メールを読んでる感じだと。だから、まあもちろん YouTuber として言うんだったらさ、数字が下がっちゃうとね、悲しくなるし、困っちゃうというか、っていうところはあるんだけど、でも、その登録を解除するという、そのね、儀式というか、それが、その子にとって、なんだろう、次のステップに進むために、まあ気持ちよくね、よしって、高校生の私は終わり、次行くみたいな風になるんだったら、僕は全然、いいよって思います。まあ、自分の勉強動画とかさ、その、テーマ決めて喋る動画。まあ、これはちょっと違うけど、この動画はね。は、ただただ、その学生のみんなというか、子供たちにとって、プラスになる、なればいいの。それが全てなんだよね、俺の中では。もちろん、それをやることで自分は、ね、広告収入をいただいたりとかしてるわけだけど。だから、子供たち、まあ、学生にとって、その、プラスになるんであれば、その登録を解除するっていうのは全然、問題ないですし、自分のことを気遣って、その子はね、特にすごい気遣ってくれてたから、いいんだよ。それは自分のために、決めてというか判断して、もらえたらと思います。